ニューヨーク市立大学はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市の総合公立大学であるアメリカで最も歴史のある公立大学群の一つ1847年に創立された前身はニューヨーク市の高等教育機関フリーアカデミー創設者はニューヨーク市政府教育局長として公共政策に尽力後 初代中日講師として来日し日米、就航通商条約を締結したタウンゼントハリス。ニューヨーク市マンハッタン区、ブルックリン区、クイーンズ区、ブロンクス区、スタテンアイランド区の極全域で11校の4年生大学と6校のコミュニティカレッジ、大学院大学と専門大学院とによって構成される全米で有数の大学群である。 すべての大学が、それぞれが独立した、学術理事会を持ち、入試要項や、入学難易度そしてカリキュラムが、各大学ごと多様に設定されている。ザ・ホーランナー・オブ・ト w of Today's City u n i v e ー s i t y of ウンディド・イン was f 8 4 7ユニバーシティバジェットオフィス FAQS、バジェットファイナンス Q2、cuny.edu、2014年4月29日、閲覧。 ナショナリープロミネントハイヤーエデュケーションリーダー、ジェームズ・ B ・ミリケンアポインテッド・チャンスラー、オブ・ザ・シティ・ユニバーシティ・オブ・ニューヨーク。92ニ,ニュースワイヤー、2014年7月3日閲覧。ab、about、cuny.edu、ウィキダタコアド座標データがありません。ありがとうございます。